の主人だってあれですよ、そうやって兄弟心一つにね、そのお母さんとか亡くなられた方々をエコーすることがもう何たってでも急務ですよね。言ってみれば今親不孝の状態を無意識にでも続けちゃってるわけですから、それはやっぱり罪は大きいんです。で聞いてなおかつまたそれを選択しないというと余計大きい。知らなかったんだらまだね、今まではまだ知らなかったからですんけど、聞いちゃってからこういう話で選択肢がちゃんとある、今の生き方ではやっぱり、方法なんだと、親孝行になってるんだということを聞いてからまだそれを続けることが罪は二重三重に重くなっちゃうわけですよ。例えば今ね、学会でゾーン長だの何だのって役職やってるから話はね分かるんだけど、なかなか身が引けなくてって、そういうならまだ考える余地ありますよね、こっちも。ダメだとは言うけども、でもどうしようもないと、やめれば 何されるか分かんないみたいなね。でもご主人の場合はもうすでに距離置いてるわけなんだ、何にも問題ないであればね、これはやっぱりこれを一歩生み出さない選択肢はありえないですよ。からもう、いつまでいらっしゃる？じゃあその間にね、妹さんとさ、一緒にお寺行って、そして、なんとかしてあるよね、高崎もあるし、で本当に寛解だけで言ったら、もう前後合わせても30分ぐらいのもんですから、その儀式をちゃんと受けて、それで晴れて。まずはお母さん、お父さんたちのさ、倒幕をまずしてあげてほしいですよね。自分のことも大事だけど。で、まあ、こう言っちゃあれだけど、倒幕業とか、ああいう追善の功徳ってのはね、7分が6をこう巡って巡って、結局、願書に帰ってくるんですって。個人を喜ばせながら。本当は、この喜ばしたって功徳で、またこっちの功徳なんですよ。段取りを取りましょう。そうやって。そして、ご自宅は東京の方なんですか？ああ、じゃあそれもその遠くないんだから、その、まあできたらその差し障りない程度で、その奥さんとの兼ね合いもあるんだけど、ご自分の、まあ、プライベートな空間なりにね、そのご本尊をお祭りして、それだって奥さんにしてもお父さんの遺品っちゃ遺品だよ。うん、それをご主人が大事にするってことになんだなんだやぶさかじゃないやと思うんですよね。でご本尊のお祭りとくっていうのはご父系なんです。それで正しいんじゃないんですよ。ご本尊様っていうのは、まあ、今は確か、まあ、逆に言えば大丈夫なものはもぬけられてるから言っちゃいいんですけど、本当の意味で言うとご本尊様っていうのはご精進の大丈夫だから、ちゃんとご安置をしてお開きしてでご給仕してなんぼなんです。生きてらっしゃる大聖人様を布団すまきにしてさ、押し入れに放り込んでおくってことになるわけですよ。こんな失礼なことになるわけですね。だからうちのご住職が聞くと、もうお参りしなきゃいけない状況なら一旦ご返納しなさいって言われますね。それがご父兄になる。ご安置できないっていうのはダメだ。ちゃんと朝晩ちゃんとお水のご給仕、ご飯炊いたらご飯のご給仕がねできることで初めて、まあ本尊をお保ちしているっていう資格があるんで、そういう環境的に難しいようだったら一旦返した方がいいぜって、それがそのお取り置きってこと形もあるからね。誰それ様の何々のご本尊ですと、でその方が環境を整ったらまた再交付してもらう、何もその手放しちゃうっていいんじゃない、そういう方ぐらい言われてるわけ。ただ今の場合幸か不幸か大聖人様の御魂が今はそこにいらっしゃらないから、まあまあ言ってみれば悪くはないっていうかね。だけどいつまでもその状態にいるってことがいいわけじゃないわけです。ご本尊の本来の姿になってないわけですから、まあ遠くから言えばやっぱり方々の一分ですよ。大聖人様にご精進の御魂を帰らせないんだから、それまあ
だから奥さんの目から見たって、別に西方的な目から見てもだよ。奥さんが別にこの信心するしないは関係なく。まあ、尊い姿に移って当然だと思うんですよね。まあ、安心、安心。あ、自分のお父さんの大事にしてきたご本尊をね、こうやって、まあ、うちの旦那が継いでくれたかと。あ、これはお父さんも安心かなって、普通に思うよね。世間の話だよね。だからそこ、それなんか抵抗示しそうです。いや、ああ、じゃあ、まずクリアでしょ。